しないでいられるものじゃないだろ。今の人間が目の前で殺されたんだぞ。恐ろしい。お兄ちゃんってさ、前から思ってたけど度胸ないよね。あんな光景見たら普通誰だって恐ろしいさ。 なんでもいいや。アリスになってさえくれれば。赤。あの切り殺された人にも家族がいて、あの人にも恋人がいて。し、赤。目の前が。 聞いてないね。じゃあ頑張って。あの人の顔が、あの色が頭から離れない。あの人の顔も、あの人も。あ、歌。 そうだ、こういう時の歌だ。歌でも歌って気を紛らわせれば。二番目アリスはおとなしく歌を歌った不思議の国、いろんな音を溢れさせて。あら、なんていう歌？ 面白い歌じゃない。あ、それがわからないんです。急に頭の中に浮かんできて。へえ、まあいいわ。続けて。はい。いろんな音を溢れさせて、狂った世界を生み出した。 そんなアリスは、アリス、この歌、さっきの子供が歌っていた。お兄ちゃん、歌い続けてよ。吟遊詩人だろ。そうだよ、もっと歌ってよ。 はい。そんなアリスはバラの花、イカれた男にぶち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れて。 赤、流れる赤、あの人たちの血。お前ら血の赤さを知っているか。すごいんだ、赤いんだ。赤すぎてどす黒く見えるほどに。 お前たちにも今見せてやるよ！
連れてきてて。 帰りたくなんてないもの。だから放っておいて。いやよ、病気で死ぬなんて嫌。あの女、醜かったな。だけど綺麗だ。それけにどうも。死ぬなんてもっと耐えられない。